眩しい眩しいよ、危ない危ない。いやー素晴らしいね。よし、丹沢湖を満喫したし、次は山中湖の方に向かいたいなと思います。こっちの紅葉はね、ほぼね満開っていう感じなんだけど、ただ山中湖の方は寒いから、もしかしたら散っちゃってる可能性もあるんだよねなんか先週が結構ね見頃だったらしいので、今週はどうかな、ちょっと心配だけど、まあ満開のね紅葉を見えることを願って向かいたいと思います。で、山中湖にね向かうルートなんですけど、さっきのね県道76号線を戻って、でそこから三国峠の方に行って、山中湖パノラマダイニングにちょっと立ち寄って、山中湖にね向かいたいと思います。パノラマダイせっかく近いからね、寄らないとね。やーべ、富士山めっちゃ近いんだけど、見えるかな、ちょっと霞んじゃってるからね、あんま分かんないと思うんですけど、めちゃめちゃ近い。いやー、すすきがすごいね、ほらパノラマ台もね、すすきすごいからね、すすきの海が見れるかもしれない、楽しみだな。山梨県まで6キロです。気持ちいい。三国峠、三国峠で合ってるよね、違ったかな。県道147号線です。あれ、こんな気持ちよかったっけこの道わあ、めっちゃ気持ちいい。はいはい、左カーブ、ヘアピンカーブ、あ、譲ってくれるの、あ、おはようございます。県道147号線気持ちいい、めっちゃ道良くなってる。うわー、すげー眺め、すごいです。いや眺め最高、あ、富士山見える。はい、うい、鉄板、標高が上がってきてちょっと寒くなってきた、16度、一気に下がったな。眩しい眩しいよ、危ない危ない、目持っていかれる。はい、うわー気持ちいい、 S 字コーナー、この縦溝くんがすごい嫌なんだよな。うわー、ニュルニュルする。終わって縦溝終わって、寒っ、やっぱ標高上がると寒いね。今何度、13度まで下がりました。この辺りもだいぶ茶色くなってるね。あ、もうすぐだ、山中湖見えてきた。うわー綺麗、おーすげー、おーすげー。
いやー素晴らしいね。めっちゃ逆光で目が痛い。あ、絶景ですね。すごい。いやすごいねこの道。両脇すすきがすごい綺麗。黄金の道だね。これから行くところは山中湖の夕焼けの渚っていうところで、紅葉祭りをやっているっぽいので、そちらの方にねちょっと向かいたいなと思います。紅葉祭りも実は明日までなんですよね。なのでほんとギリギリ、紅葉まだあるかな、すげえ心配。富士山、太陽が沈むのを狙ってみんな写真を撮りに来てるから、この時間結構混むかもね。いやほんとね、逆光で何も見えないんだよね。紅葉ある？全然見えないんだけど。あー目が痛い。もうそろそろだと思うんだけど、どこだ？この辺りだと思うんだけど、紅葉ある？あー書いてある書いてある、紅葉祭り。駐車場がね、無料駐車場があるって書いてあったから、あ、ここだ、ここですね。ここに止めましょう。よし到着。じゃあ行ってみましょう。楽しみだな。ちょっとね見てきましょうかね。上の方散っちゃってるけど、向こうはねまだ残ってますね。向こう行ってみましょう。すごいね、赤い絨毯。こっちから湖畔に降りれるんだ。ちょっとこっち行ってみましょう。この夕暮れの感じ最高だな。富士山めっちゃ綺麗。いやーめっちゃ癒される。結構ね人いるんですよね。みんなね写真撮ってる。みんな暗くなるの待ってるっぽい。もうちょっとで暗くなるからもうちょっと待とうかな。はい、ということで、紅葉祭り行ってきました。いやー綺麗だったな。もうね人だいぶいなくなっちゃって、駐車場ね僕と車1台しかいないね。よーし、じゃあ行きますか。いやー真っ暗で怖いなー、この道。まだね車が走ってるからいいけど、一人だったら絶対走りたくないな。ほんとね今日は秋を感じたツーリングだったな。丹沢湖でもね紅葉も見れたし、パノラマ台でもねススキも見れて、山中湖でもね
夜の紅葉も見れて、本当にね秋を感じたツーリングでしたね。もうだいぶね寒くなってきちゃったから、多分山中湖方面に行くのも今年はこれで最後かな。はい、ということで今日はねこの辺でお別れしたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。エスプレスライダーでした。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。